よし、ああ小さい、もう行き直す。ヤマメですけど小さいですね。ヤマメかな。うん、ヤマメだ、叩いてる。さっきよりちょっと大きいかな。うん、いいヤマメだ。25ぐらいかな。イケスにそのまま、はい、おお、いいヤマメだ。ん、もっとあるな。花曲がりのいいヤマメですね。27ぐらいか。これがこの川の居ついてる本流のヤマメです。かっこいいですよね。うん、傷もなくて本当綺麗なものだな。まだ大きいのが入ってると思います。小さいのはついてるかな。出るんならこの辺だと思うんですよね、大きいのが。ちょうどこの白輪が消え始めるあたり、流し切りで何か当たりましたね。でかいのが出そうな雰囲気あるんですけど、うん、小さいな。抜きます。今の魚の倍ぐらいのが入ってそうな感じがするんですけどね。
ちょっと黒川流してみましょうか。竹の下につくんですよね。なかなか入れづらいんですけど。よし、うん、いい山ですね。23、4、おお、すげえ綺麗だ。真っ赤ですね。この時間、大きいのが出ると思うんですよね。ここで傾いのをするといいんですよね。その分面白いですよね、やりとりが。よし、いいヤマメですね。サイズの割には太鼓があって綺麗ですね。本流のヤマメって感じですね。いけるかな、流れにしたを。これはシャフラフかな。おお、あるな。余裕でありますね。でかい。よっ。うん。やっと
出ましたね。うん、いい魚だ。これが取りたくて通ってた甲斐がありますね。35、6くらいかな。ライン曲がれちゃってちょっと傷になっちゃったんですけど、鼻も少し曲がってていいヤマメですね。この川の戻りだと思うんですけどね。ちょっとパワーマーク濃いですけど、尾びれも下がちょっと擦れてて下流から登ってきたんかなって。じゃあ川に返したいと思います。こっちにも溜めといたのがいるので、あれ10匹以上いたはずなんだけど3匹ぐらいしか残ってないな。